お世話になっております。おはようございます。今日はね、かなり激アツな状況なんで、もう早速釣りを始めていきたいんですけれども、今日はいろいろありまして、まずあちらにピーマンさんがいるっていうのと、あちらに杉浦里奈ちゃん T さんがいます。釣りの方ですけれども、遠浅サーフにやってまいりました。はい、ここちょうど河口なんですよ。あ、ここ川っすね。で、船さっき出てた。はいはいはい。だから結構ね、水深あるんですよ。あ、ここが深くなってる。この辺は深いか。この流れの中でも結構釣れてるらしい。開幕は何のルアーで？アスリートのね、サイズアップっていうのが出るんですよ。これは開発の方からちょっとぼやっと紹介してっていう話だったんで、まだお披露目はあんまり、なんかそういうのが出ますよ、そのテストも兼ねて。僕今日生駒さんからさっきもらったあれ使おうかなと思うんですけど、シャロースイマー。あ、いいですね。あれはなんかどういう特徴があるっすか？特徴的には本当に浅い水深、はい、30センチから60センチぐらいまで、フローティングなんで、霜りがあるようなね、サーフとかだったら、はい、その霜に当たったら、そのまま止めたら浮き上がって、目がかり返していく。シャローのところを攻めやすい。はいはいはい、はい。僕、好きなあのアスリートのやつより、もうちょっと上の方ってことですか、レンジが。あー。なので、サーフで使う以外にも、ヒラスズキとか、はい、そういうのにも全然使えるような。ちょっとね、もう朝間詰め、いい時間なんで、早速今日はやっていきます。よろしくお願いします。はい、というわけで早速やっていくんですけれども、今日はなんかこんなのもらっちゃいまして、カタシジョ、こういうね、結構達筆っていうね、払いと止めが結構しっかりしているやつをもらいました。ちょっと内容はよくわかんないですけど、魚釣ればいいってことだと思いますんで、まあ僕はね、あんまりね、争い事は好まないんですけれども、やるとなったらね、全力で叩き潰しに行きますんで、特に女子供の場合はね、もう容赦なくやってきますよ。僕がね、勝てる見込みのあるジャンルの人たちなんで、このご時世にね、女子供をね、叩き潰すとかいうのはね、ほんとどうかと思いますけど、関係ないっすよ、そんなの関係ないっすよ、そんなの関係ない。軽くひねってやりますわ。なんか来た。申し訳ないぐらいなんだけど。ああ、じゃあ、どれが魚ですか？メゴチ。4センチぐらい。4センチぐらい。3、4センチぐらい。僕がさっき釣ったのはね、もうちょっと大きかったんだよ。さすがに。釣ったのは魚はどうしたんですか？魚？海に帰ってったよ。海に帰すじゃんね。見ましたよね、ビーマンさん承認で見ましたもんね。一緒にいたじゃないっすか。隣で見てたじゃないっすか。今のところみんなに一歩リード。うわー、ビーマンさんから提案がありまして、移動しましょう。早い早い早い。キラ
はい、というわけで移動してまいりましたと。あれ、なんか見たことあるな。隣入らせてもらっていいですか？ダメです。ダメですか？お疲れ様です。おはようございます。あ、お世話になってます。あ、じゃあもう各自好きなとこに入ってやりますか？もう魚を出しましょう。はい、魚を叫んでください。承知しました。こういうやつとか、あ、これとかいいじゃないですか。ここら辺がいいじゃないですか。これです、20やつ。あ、いいじゃないですか。2人のアドバイスを受けて、じゃ軽めのジグからいきます。目に物を見せてくれるわ。え、当たった。僕すごいですね、今日は豪華メンバー。誰も釣り人いないですけどね。スタイリッシュアングラースーテン、センシティブ&ダイナミックイマンさん、そして対決中の人たち。何ですって？え、なんか釣ったん？15cm ぐらい。 15cm。 おー、そしてエクストリームアングラーのシンジ君に、海のファンタジスト葉山さん、そして駿河の黒ひょう。これだけ広いとね、選びがいがありますよね。命を燃やして釣りします。ここ行って打ってみようかな。来た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 。うわー、何ちょっと待った。石持ちだ。あるねこれ、うん、何がある？25あるねこれ。ありそう。いや、ありがとうございます。どんな感じだったんすか？いや、もうあの濁ってるんで、手前が、はい、ちょっとリアクション入れながら。あれ、あ、ワーム、ワームです。ワームで巻いてて、チョンみたいな、チョンみたいな。あ、やはりワームが9割ですか。というわけで本日初投入します。のイケメン髪ふさふさ釣りすぎ男からね、もらったものがありますんで。行者ニンニク、この可愛い手紙もついてたんですね。自分で書いてる。うまっ、うまっ、めっちゃ可愛い感じに書いてある。ご飯にそのまま乗せて食べる、卵に絡めて食べる。けど今日は何もないから、そのまま食べてみます。グッドハンドフィッシングのりょうさんからいただきました。このために割り箸も持ってまいりました。え？え？当たってた？いるんだ。釣ったらヒーローですね。釣ったらヒーローっすね、この中でね。ねえ。お食事中。いや、餃子ニンニク食べてる場合じゃない。こんな感じで。そもそも。香りが。ああ、すごい。あー、すごい。あ、美味しい。うん、これ1個食べただけでね、なんか家系ラーメンを食べた気分。そんな感じしますよね。本当に。ありがとうございました。いや、素晴らしいっす。ラーメン1杯食べたぐらいの満足感がありますね。すさまじい元気出ましたね。じゃあめちゃくちゃ元気出た。釣れそうです。これで釣れる気がしますね。うん、嘘、完全におりますね。あれ、ワームずれてる。完全におるぜ。ガスにもう時間ですか。エクストリーム出社。昨日も実は撮影に行って。あ、そうなんですか。
いや、会社の近くの浜川っていう川で、あ、はい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 、ウグイ釣れるって話で行ったんすけど、ウグイ釣り、ウグイ釣り何もなかったっすね。すげえ、ラスト1投で、ラスト1投マジでやばかっこいい、マジかよ、マジかよ、これがサーフゾンビか、ラス1、マジで釣った、ニットダメで、ニットダメで、マジか、神った。ちなみにどんな感じなんですか？あ、自分というか、自分なんですけども、そこに落としてかなりもうそこのギリギリずるぐらい、やっぱ濁ってるんで。濁ってる、巻いてる感じ。そう、もうただ巻きでこうそこをやってたまに落として、あ、でたまに飛べて、落とした瞬間にガッと落ちて、結構5メーターぐらいこう巻いて落として、素晴らしい。ありがとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。かっけーなー、本当に釣って帰った。お疲れ様でございました。お疲れ様です。対決の方ですけれども、第2ラウンドがあるんですよね。ありますね。午後からはちょっと魚種編をして、お、魚種編でっけえやつ、おお、じゃあもうあっという間に逆転、全然あ一匹で15センチとか、そうなの、一瞬、あ、ありがとうございます。じゃあ前半戦は茶番でしたっていうことで、だから15センチ差ですよ、もう接戦、接戦、え、引き数で言うかな、あ、すごいじゃんか。日本語覚えたくなんですか。何聞き返すんですか毎回。はい、というわけで移動してまいりました。富士山が見えます。勝負で負けた方がインスタグラムのアカウントの名前が恥ずかしい名前になるっていうね、罰ゲームがありますんで、まあその罰ゲームに向かって勝負をしていきたいと思います。小サバ、小サバちゃん、この前これを焼津のフィッシューナに行って必死に釣りましたね。ベイトがいますか。お疲れ様です。お疲れ様です。今日ありがとうございました。一日、 ありがとうございました。こちらこそ、いい釣りさせていただいて。いやいや、もう僕らただただ胸をお借りしただけなんで。いやいやいや、いつでも胸貸しますんで。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、終わったですね。お疲れ様でした。いや、良かったっすね。いや、もうお久しぶりに一日一郎師匠と釣りができたので、はい、こちらとしては楽しかったです。いや、本当楽しかったです、はい、もうそれが何よりよ。それが伝えたいんだよね。、はい、そうですね、うん、ヒラメをね、はい、隣で釣られましたんで、はい、まあそれも釣りっていうことで、ぜひまたリベンジ行きましょう。ヒラメ行きましょう。これからも教えてください。いつでもどうぞ。福松さん、お疲れ様でした。買ったもんね。勝った？え？ミナリーに勝ったもんね。いや、なんかそういう勝負の話とか全く避けてここまで来たんですけど。
もう普通に終わってみようかなっていう。もうなかったことそうそうそう今日のね一言をいただこうかなと思いました。今日の一言え、はい、あれあの流れやってくれるんならそれでもいいですし自分で言ったもんね気持ちよく終われる。やってるやってる。何のモノマネだったかはコメント欄にお寄せください。本日はありがとうございました。逃げたい。やってるやってる。やってるやってる。